この作品は去年の12月の冬に撮影していまして本当にこう肌に突き刺さるようなこう寒さとあのこの役を演じてきましたがあのそうですね。あの本当に なんかこのやっと公開するという気持ちの嬉しさとあのこの撮影をしている中ですごくやっぱり孤独な時間がすごくありました肺に入ってくる空気さえもすごく冷たくてなんかこう最初は孤独のシーンから撮っていったんですけどあのやっとみんなとこう再会できた時のり嬉しさは すごくししい時間でもあり今日こうしてみんなと顔を合わせて対面できる喜びを改めてて感じておりますあの私が生まれる前からこの作品はあってなんかそのバナナさんがおっしゃっていたんですけど24歳の時にこのキッチンをあの出したということで役を演じた時に24歳だったのでなんかすごく運命的というか私にツキをこう。 演じてもらいたいと思ってくださって本当に光栄というかあのとっても嬉しいです,あのです、ね、小説を書くときは頭の中の世界の人たちなので結局思いだけを描く形になるんですけれども小松さんがさつきをやってくださったことであの変なエロい意味ではなく肉肉体が肉体がを失っったんだなって若い肉体が若い肉体のぬくもりを失ったんだなっていうことが すごく伝わってきてなあ,のあんまり何書いたか覚えてないなりにああこういう感じが書きたかったんだなっていうのを思い出せましたいやなんかいややっぱあんなんか安心しましたなんかすごくやっぱ不安なんですよねその初めてその試写でこう見させてもらった時に、まあ、顔は見えないですけど バナナさんがいててるってすごいなんか緊張感にこう,もう押しつぶされそうであなんかいいって思ってもらえたらいいなと思いましたしなんかやっぱりそ生のみの親であるあのバナナさんがなんかすごい良かったって喜んでもらえることがもう本当に幸せですしあなんか一生懸命やってきて良かったなと本当に思います。本当にこう生とと死ののテーマででもあるので気持ちをちをゃんと持って 素直に演じたいいなと思いまし,たしあの最初初日はあのランニングシーンから始まっていてその失ってしまった後のあのシーンだったんですけどやっぱりこううーん減量もあってあの痩せてであのやっぱ走るつきは走ることを見つけて。 自分でもこう、やっぱりシーンでも、やっぱりシーンで撮影する時もたくさん走ったんですけど、なんかやっぱどん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 、なんか自分のこ心がこう薄くなっていく感じというか。なんかそのさつきの気持ちがこう、ふっと入った時とかっていうのは、なんかすごくこう、感動的というか、なんか寂しい気持ちになって、あ、なんか。ひっ 一人なんだっていうなんか孤独にすごい襲われた時間もありましたしなんかこう本当に一つ一つのなんか環境もそうですしなんか本当にこの撮影している時にすごい晴れたりとかすごい綺麗な朝日が見えたりとかっていうなんかその環境さえもすごく味方をしてくれていたのでなんか本当にそういう空気とかなんか一つ一つ息をすることとか。 すごくこう全部をこう身にしみながらこの役を全身全霊で演じたいと思いましたしちゃんとなんか真っすぐ現実を見たいなと思いましたえっとそうです、ね、私説明下手なんですけどあの優しい気持ちで聞いてください <laughs> あの友達があのとまず友達 A さんがいて <laughs> すいません その友達 A さんがいてその A さんがあのあるそのよく話していたその友達 B さんがいてその B さんがその地方で古着屋さんをやっているとお話をしていてい古着が大好きなのであなんかこう、まあ、そういう本当に何気ない話をしてくれてでそしたらその B さんがやっている地方にあの仕事で行くことがあったんですよ。でなんかあそういえばなんか A さんが話してくれた友達の古着屋さんここのなんか地方だったなって思いながらもなんかこうでも何も名前も教えてもらってないし場所も教えてもらってなくてでふらーってじゃあなんかどっか散歩して古着屋さんでも行ってみようかなって思った時になんかこうそ,のその男性の方なんですけどいや会った瞬間にあもしかしてこの人私の友達 A さんの友達かも。 って,思ってであの「この方知ってますか?」というか聞いたら「あ友達!」みたいになってでえこんなこう引き合わせあるんだと思って一番最初に入ったお店でまさか一発目でその友達の友達に会えたってことがなんかすごいびっくりしちゃってあなんかこういう引き合わせってあるんだなと思ってすごい盛り上がったんですけど。 なんかすぐ友達に報告してなんか何も知らなかったけど会えたみたいなことを言ってなんか本当になんかそういうことがなんかこう衝撃的な出会いというか,あなんかそういうことってあるんだなと思ってそんな感じですいやすごいめいですね、ちなみに洋服は買われ,買われたんですかあ買いました、なんか,かっこいいレザーがあったので買わせてもらって。 はい、いい古着屋さんだなと思っていいいそのの出会いもしましまた洋服の、はい、僕舞台でえっと3度共演したえっと大鶴佐助くんっていう俳優がいるんですけど僕の年齢は1個上なんですけどもう同い年くらいな中でお互いタメ口なんですけどあのその人がいるから今この自分がいるなと思うし舞台やりたいなと思うきっかけになった人でもあるんですけどその初めて会った日 もう印象的すぎてあの新宿村スタジオっていう稽古場があるんですけどそこで、えっと、本読みとかやる前に1回あの若手メンバーでリハーサルをしようみたいな感じで,で,でもその作品って若手って僕とサスケくんくらいしかいなくてであとは、まあえっと、30代後半40代の方がいてで一応そこまでが若手っていう感じでリハーサルさせてもらったんですけどもあの新宿村スタジオの入り口になんかすっごい。 ぼったぼの古着に真っ赤な靴下にサングラスしてオールバックのなんかすっごい怪しい人がいてでうわこの人と絶対仲良くなれないみたいな気持ち悪いなと思う感じでなんかもうすごいなんか異様な空気感が漂っててでマネージャーさんが「あ彼が大鶴佐助んです」みたいな「どうしよう」みたいなこの人とうまくやっていけるかなと思ったんですけどあのもう稽古初日からもすごく仲良くなっちゃって。 だから本当に人は見かけによらないんだなっていうのをその時に改めて知ったというかうん、それが僕にとっての忘れられない出会いですかねはい。じゃ今でも仲良しでいらっしゃいますねはいしょっちゅううちに遊びに行きます犬ですね犬飼ってるんですけど犬アレルギーなんですけど犬アレルギーだけど犬すっげー好きで猫も大好きですでも猫もアレルギーです かわいそうですよでも犬大好きで犬めっちゃ飼いたいなと思っててでもめっちゃでっかい大きい犬飼いたいなって思っててわーってやりたくて、ね、でもそしたらある日もう予約されてたんですよ早くにうちの家族で,でその子が僕見に行ったらクッションとクッションの間に挟まってて。 トイプードルとチワのミックスなんですけど、すっごいちっちゃくてくるっくるで可愛い,いってなって、もう一瞬でモジョっていう名前にしました。モジャモジャだからじ。じゃあもうすっかりよく抱きしめてらっしゃるんですか。もうもう今はもう7歳です、はあ。すごいですね。それが忘れられないです。ですね、胃のアレルギーは克服されましもう克服しました。<あ>モジョだけなんですけど。素晴らしい。はい。 えっとちょっと皆さんみたいになんかそんな深いで面白いこととか言えないんですけどえっと私、今回が初めての映画出演だったので演技も初めてだったのですごくなんか緊張してた面もあったんですけどえっとすごくキャストの皆さんもスタッフの皆さんも温かく迎え入れていただいてすごくなんか今回のこの映画での出会いが私の中ではもう人生の中でも忘れられない出会いになったかなって思ってます。<laughs> 私はこの作品の好きなところはその過剰に描いてないところがすごく好きで内側にあるその言葉ではない内面の感情だったり秘めているものをこう本当にエドモンド監督にすごく美しくなんかこう儚く希望の光のようなこうキラキラとした そうですねこうコロナでこう失ったものっていうのは本当に大きくて時間もそうですけど人とこう対面できないことだったりとか本当に多くを奪われてあの本当に憎いですけどでも自分たちが今何ができるかっていうのをちゃんと考えたいなって思いますし。 あのこの映画を見てあの私もそうですねあのなんか自分なりの一歩でいいんだなとなんかこう,、うん、こう背中を教えて押してもらえたようなこう感覚になる映画でした本当に見てもらう人によって多分全然違うと思うんですけどきっと私たちが届けたかったものがちゃんと映ってると思いますどうぞよろしくお願いします今日はありがとうございました広木 事故があって二人とも死んだつき一緒に川の話聞きに行きましょう月影現象って知ってますか満月の夜の終わりに死者と再会できるんですもうその音は私の頭の中にしかなくて日が昇る前にあの橋まで来てあなたたちが会えるとしたらその時しかないと思う日常って もともと偶然の一致が重なって成り立ってるどこかとどこかの歯車が偶然噛み合ったら何かが起こるのかもムーンライトシャドウ